皆さんこんにちは。本日は宮原御所場紹介します。宮原御所は現在の千葉県市原市にあるとよ。昔の上総国ば現在の宮原御所には平成6年3月に市原市教育委員会の建てた看板のあるっちゃけど錆びて風化の進んどって令和4年時点で嫁ごとなっとる文字のある。この先放置されると案内文ばめよくなる可能性のある件が、 早めめにご確認いただく言葉をお勧めします。なおこの看板には具体的な人命の記載のなくて古学部の一族が移住した巨漢跡であること館の居住者の冥福ば祈るため妙正院が建てられたことなどが記されております具体的な人命の中理由としては二つの説のあるとおいは個人的に予想しとる足利春直または足利義清の巨漢やったっていう二つの説やね足利義清については 第二代古学坊、足利正氏の四男とされているらしか。おいは足利義清について調べきれんかった件、ご存知の方は教えていただければと思います。ここでは足利春直について述べます。足利春直は、第三代古学坊、足利高本の次男梅。元は山の内上杉家の養子師となって、上杉範広として関東管令やったとけど、関東協力の内乱で、関東管令の座場を追われた。 その後上の後宮原の地に移住したとされております宮原御所の遺構はあんま残っとらんくてお寺の他には周囲に土塁などが少しあるのみとなっております。そいでも周囲の民家と一体化しておりにもかかわらず一目で添いとわかる遺構は見事で足場運ぶ価値のあると思います。宮原御所に駐車場は中県が公共交通機関がおすすめばってんが最寄り駅からは距離のある。 夜景と周囲は自然と広がっとるし、歩きでもよかと思います。ご視聴くださってありがとうございます。